これ私のプチ自慢のところこちらもなんですけれども、はい、2人先祖が教科書に載ってる、教科書に載ってるんです。あ、これなんか悪いことされた違いますじゃなくて、どなたですか。宇垣一茂と犬飼剛なんです。犬飼剛、直系ではないんですけど、はあ、あのおばあちゃんの実家が犬飼いなので。いやちょっとね、おばあちゃんの実家が犬飼いなのでごっついですよ。